眼科医の平松です。今日はヤグレーザーによる後発白内障切開術についてのお話しようと思います。白内障手術するじゃないですか。で、白内障手術っていうのは目の袋の中の、汚れを取ってきて代わりに人工のレンズを入れる、これが白内障手術です。手術して見やすくなりましたと。で、その後にですね、袋の中の汚れ取ったといっても細胞レベルでゼロにはできないんです。どっかはちょっと細胞残ってると。で、特に若い人がなんですけども、残った細胞っていうのがこうブワーッと増えてくることがあるんですね。そうするとその増えたことによって、袋自体というか袋にこう汚れがこうくっついてしまう。これが後発白内障、後ろに発生する白内障って言って、そういう表現します。かなり早い段階で出てくる方もいらっしゃいますし、手術して結構な時間が経ってから出てくる方もいらっしゃいます。で、後発白内障が出てきたから、白内障手術失敗したんじゃないのっていうと、これは違います。全然綺麗に手術がいってても後発白内障っていうのは起きることがあるっていうのがまず大前提です。じゃあ後発白内障どうすればいいのか、ほっといたら失明するのか、これはないですね。失明することはないです。じゃあ治療はどういう方法があるのか、これはレーザー治療という治療になります。後発白内障をヤグレーザーというレーザーで、吹き飛ばすという方が分かりやすいかもしれないですね。吹き飛ばして、汚れを飛ばしてできれいにしましょうということです。で、1回やればもう出てくるということは まずないことですね。で、吹き飛ばしてしまうので、レーザー後飛蚊症、こう汚れが飛んで見えるような症状が出るっていうことが、これはよくあることです。レーザー手術っていう範囲に入るんですけども、治療が必要ってことですね。じゃあやらなきゃいけないかっていうと、見づらいんだったら直しましょうと、そんなに不自由がないんだったら、急いでやるとか、緊急性があるような治療ではないってことです。レーザーの危険性はないのか、もちろんあります。一番代表的なのは炎症が起きてしまうということです。炎症は絶対起きます。レーザーで汚れを吹き飛ばして、それが体が吸収していく過程で炎症っていうのは必ず起きるんですが、で、一時的にだからちょっとは見づらいんですけども、その炎症が強すぎるとですね、黄斑浮腫って言って炎症によるむくみが出ちゃうことがあります。で、こうなってしまうと歪んで見えたりとか見づらくて、黄斑浮腫の治療を必要とするってこともありますね。で、それ以外に、これは稀なんですけども、レーザーして、それによって眼内レンズ変異、レンズ自体の位置の異常が起きるってこともあります。そうすると、追加の治療、手術なりが必要とする可能性もありますね。そして、レーザーで汚れを吹き飛ばすっていうことをすることによって、硝子体という目の玉の中のゼリー状のものの変化も起こすので、網膜剥離とか網膜裂孔って言って、目の奥の病気を引き起こすこともあります。こう聞くと、炎症が起きてむくむこともあると、レンズのズレもあって目の奥の網膜の病気もあるから怖いってイメージが出るかもしれないです。でも我々の医療機関としては、普通の医療機関もそうですね、後発白内障の治療はそんな危なくないですよっていうことが多いです。なぜかというと、今言った合併症危険性というのは極めて高く起こるわけじゃなくて、起きる可能性はそんな高くないんですね。ですから、もしやって何か起きたら対処でいいんじゃないですかということが多いです。なので、こんなに詳しい説明しないことが多いんですね。だから後発白内障ありますから、ちょっとレーザー治療してくださいぐらいで、よくて詳しい説明の紙を渡してくれたりっていうぐらいで終わるところも多くて、なんかいきなりレーザーって言われたけども、なんかおかしかったのかなとか、手術失敗したのかなとか、こんなレーザー受けていいのかなって心配になる方も結構いらっしゃいます。なので、こういう内容ですよっていうのを知って、その上で治療を受けになった方がいいかなと思います。で、後発白内障のレーザー治療は入院もいらない外来で、またで5分もあればできるようなもんです。で、もちろん瞳開いたらいろいろ計算で、実際いてもらうのは1時間以上絶対かかると思いますけれども、そんな感じの治療であると。なので、あんまり怖がらずに、治療は受けていいけれども、リスクもゼロではないってことは頭に入れて、で、知っていただければなと思います。今日は、後発白内障に対する治療、ヤグレーザーっていうものについて説明しました。